2015年2月20日配信開始、創造旅団カルミア、サウンドシンフォニア第3楽章、1789年のソナタ、カウントダウン特別企画、第24回でーす。イェーイ。はい、最近、ツイッターのアカウントが乗っ取られてしまった、ゆうきごろうと、あ、はい、今日お香を買いに行ったらお店お休みでした、あまつと、はい、今日はハトサブレを持ってきました、めぐろと、僕、前田です。の4人でお送りいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今回が、第12話最終回ということで、はい、どうですかここまで。ディゾナンスディダスター、ディザ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 ディびっくり。違うそう。あ、次じゃあ天津君、あの犬役で。あ、いいっすか。お願いします。やった。あ、それ思いっきり遊びますよこれ。名栗さんが多分はい書いてくれる。やった。台本の頭に書かれるんだよ。犬点点点天津って書かれる。完璧に演じ切ります。犬一犬二。犬二？じゃ犬に犬にやります。犬が五六みたいな。外で無料で上演するというのです。瓦礫の残る屋外で昨年上演できなかった作品を上演するということです。いつまた災害が起こるかわからない状況で、無謀ともいえる挑戦。もちろん劇場ではありません。満足な設備はありません。それでもこれ本当に僕聞いてて、なんかいやまさかこういう展開になるとはすごい思ってなかったんですけども、やってみたあのお二方はどういう感じで。僕もポカーンでしたよ。やっぱそうなんですか。あの台本自体が本当にその稽古の当日に、いやそういうことじゃなくて役者の違うんです。永井さんのその作品のカルミアにおいての作品の作り方なんですよね。役者の演技を見てもう台本が全部出来上がっていくので、非常に面白い作り方をされてるんですよ。まあ、ある程度のゴールは決まってるとは思うんですけど、その中でいろんなこう枝分かれした道をこう一つに統合していくということなので、私たちも最後どうなるかは分かっていなかったし、その中でリアルタイムに感情を作っていったっていう感じですね。オペレッタはね、結構そうですね、本番までのその傾向自体も今回のソナタほどなかったので、そうですね、そうですよ。で毎回結構新しい感じで、そうくるかみたいな。そうですね、あ、今日もらいました、合わせました、はい本番って、そうですそうです。じゃああらかじめもらっても大体シナリオが分かってそこにこう演技プラン持っていくわけではなく、その度その度作って、そうですそうです。だからそこから確認をそれぞれにするっていうことですね。ある意味すごい新鮮でしたね。即興力とかで、まあそうですね、鍛えられるよね。そうですね、だからやっぱり一人一人の役を自分で深める作業というのは必要だったんだろうなって思いますね。へえ、聞いてる身としては全然そんな風に思わなかったというか、それだけそれぐらいすごい自然というか、うーん、しました。全然そんな、今初めて聞いてもうそうだったんだと思って。そうですね、まあでもそうだな、まあ、名栗さんのその台本セリフのこの選び方、作り方もやっぱりその役者を見て書かれているところがあるので、そうですね、それはだからそのうちね、五六のツイッターのエピソードとか出るかもしれない。出ちゃいますかね。ほっとりさあ、変なのに手出さないでよ。いやあれ違うんですよ、あれ普通に。いや最近あんまりこうツイッターをいじってなかったのもあって、フェイスブックを主に僕やってて、そしたらあの名栗さんから、そう名栗さんからこうなんかおっぱいがおっぱいのエロツイートがすごいぞと言われて、
ってなって、ねね、でもあれなんかこう話に聞くとですね、こう自分では見れないらしいので、そうですね、人から、からね、そう人の見てやっとおーおーおーっていう、うん、自分もびっくりするぐらいリツイートされてて、でもね本当に怖いですよ、そういう便利だけれども、うん、何がね、自分が何普通にしていても周りにね何をされているかがわからないので、そうですね、やっぱりねちょっともっと露出していく商売なので気をつけて、まあ、教えないという面白い選択肢もあったかもしれないですけど、ね、まあまあまあ、話のねネタしそう、まあそうですね、まあもういっそのことそっち路線でもいいかなって思う、最近なんか僕下キャラみたいになっちゃって、そんなことキャラみたいなナチュラルでしょそれ、そんなことないですよ、だからそんなことないです、全く疑ってなかった結婚しようか、売名行為？いやいやそんなわけでは。ちょっと待ってください。お。これで何件目だ。こんな時にお芝居なんて非常識なんですかね。言わせとけ。芝居なんかに金使うんだったら食べ物配って歩けって。まあ芝居じゃ腹は膨れないからな。もっとみんな喜んでくれるって思いました。そんなにうまくいくわけないだろう。そうですよね。でもここまで最初バーナードも僕こう客目線というか聞いてて、すごいバーナードはこう最初なんというか偉そうなやつとはまあこう思ってたんですね。そうですね。こうなんかこうもっと言い方あるだろうみたいな。言うにしてもこうなんか伝え方があるだろうみたいなとは思ってたんです最初。はい、なんでこうそうストレートなのかなっていうものをずっと思ってたんですね。最初は、そのリタに対しても冷たいなと思ってたんですけど、うん、でもだんだんこう回を重ねていくによって、うん、あ実はこう。いろいろ抱え込んでるやつというか寂しいやつなんだなみたいな思ったりして、だんだんちょっとこうなんか同情というか、うん、みたいな別に寂しくなんかに積んでるじゃないですか。積んでる、そう積んでるですよね。別に寂しくなんかないんだからね。超寂しいでしょ絶対バーナーで。それをこうなんかリタが別れて嬉しくなんて思ってないんだからね。でもリタちゃんがこう離れずにこうずっと何言おうとしたの？なあ、リタ。ふふじゃないよ。ノコメントか？告白か？今、オンでお願いします。告白か？なあ、リタ、俺のフィルターレック。やおお結局そっちに持ってくるんですか？カットしませんよ。フィルターほら、抗議が来てるって言ってますよ。随分抗議が来ているようだな。そうですね。どうするんだ？やりますよ。劇場前にも野次馬が集まってるぞ。そうでしょうね。ブーイングもすごいだろうな。想像はつきます。アルスは死んだなんて言われてるからな。アルス中の劇場が上演をやめてしまった。なぜ今上演する、こんな不安定な状況で。では1年後ならいいんでしょうか？2年後なら3年後ならいつ上演しても同じことでしょう。今はみんなが人の顔色を伺っている。我々が始めれば後に続く人間は現れるでしょう。そうすればアルスストリートは蘇る。俳優もスタッフも叩かれるだろう。彼らは覚悟しています。バーナード変わったね。うん、そうですね。本当にやっぱリタの存在が大きかったのかな。うん、あ、チャーリーの存在も来たのかな。そうですね、チャーリーですね。チャーリーに影響されたっていうのかな。ある程度バーナードはこう根拠もなくかもしれないんですけど、こういう風に結果的になることは少しは予想してたんですか。いや、してはない。してないですね。ああ、じゃあなんていうかいろいろあってからのこうみたいな感じですか。うん、ああ、そ
まあ、当初は本当にあのブスッとしたまんまやるつもりだったと思いますけど、まだ許したわけじゃない。でもあんたの仕事を理解したいとは思ってる。そうか。準備できました。行こう。来るよ。そうですね、揚げ物2人で来てますね。オカマ2人。あーもうちょっと狭いんだからもっと詰めなさいよ。うっさいわね。もうこれでいい。そなたの中で好きなセリフとか。そうじゃない。もっといい、オペレーターの中で好きなセリフってありますか。好きなセリフ、俺が口出すと思う。どうぞ。しもいんですか。しもいんですか。あかんですねそれは。あのサンディの音楽ってもっと楽しいもんだよっていうのがね好き。あ、舞台って、あ、舞台っていうか、うんうん、音楽ってもっと楽しいもんだよって。予告にもそれ、そう使われて、ね、そうですよね。そう気に入ったんで使って。結構集まってるっすね。半分は野獣馬だろうけど、こんなご時世に舞台やるなんて頭おかしいもんね。やっぱりそうなんすかね。卵ぶつけられないように気をつけなさい。このオカマ2人はね、こう台本にない状況でも2人してこう出てきたものにセリフの応酬ができるん で、 です、ね、すっごい回転がいいですよね。頭の回転が本当に。あんなことさえなければ一種も劇場だったのにね。屋根もない、綺麗な椅子もない、音響だって照明だってセットだって衣装だって完全じゃない。ああ悲しいわ。屋根がなきゃ芝居ができないなんて三流ね。三流よ。一流の役者はね、ふん、どこだって舞台にできんのよ。体一つあればね。私この体一つあればねって素晴らしい表現だなって思います。全部背負ってますもん ね。僕もこれ聞いて、まあ、改めて思い出したんですけど、なんかこうすごいなって思うし、こう場所がなくてもやれるっていうのがすごいなって思いました。こういずれこう自分がやってって、そんなことをこう自信を持って言えたらいいなとは思いますよね。コロ君はツイッターがないと何もできないね。じゃあいや引っ張りませんそこ。そうね、立ちたかったわ。もう私ここのシーンがこのオペレッタをやっていて、このシーンができて本当に良かったなって思いました。これができたのがやっぱりオペレッタをやってた中で一番嬉しかったかな。なんかね、何かを許すこととか認めることって、相手に対してっていうよりは多分ね、自分に対してのことなんだろうなっていうのを、ね、すごく思いましたね。ここでね、一発こう笑いが入るのためには、やっぱりそこまでの気持ちがないと、今までこんなに声を上げて笑うことってできなかったからね。一番こう楽になれたシーンというかね。そうですね、柔らかくなりましたよね。なんか向き合ってる感じがしますよね。まあ今言った通り、自分に対してからのこうソフィアに対しても向き合ってるって感じはしますし、ソフィアすっごく可愛かったからね、この時ね。本当にね、最初もすごいこう、まあ、舞台を見た人はね、そうですね、そうですね、確かに。そうなんだよ、まあ、知りたかったら台本買ってね。あっとそうですね。実は、まあ、それ以上はそうですね。ここで流れてる音楽はレキュイエムで出てる曲ですね、これね。そうですね、そうですね。この曲を作った人はザック・ゴールドっていうね。へえ。俺の妄想の中で妄想の中でザック・ゴールドさんっていうね、黒人さんが多分作ってる。へえ。タイトルは、曲のタイトルは、曲のタイトルなんだっけな、なんだっけな、なんだっけ、忘れちゃった。じゃあこれはまた後日交互期待ということで。ザック・ゴールドだけよく覚えてる。作曲者名。スティンさん。ん？何？
ありがとうございました。バカね、これから始まるんでしょ。はい。下手な芝居見せたら承知しないわよ。これね、若干やっぱり語尾の感じとかも変わるんですよ、相手への思いが違うんでね。やっぱここはね、これは、うん、計算したわけじゃないんだけれども、いやでも本当にこのシーンはやれてよかったなって思います。うん、うん、この歌うところとかもすごい好きです。ぬくもりよ微笑みよ愛しい人よ。セドリックが変えたって感じだね。どうかな。ヘザー、もう電話線抜いとけ。わかりました。ああ、ひっきりなしだな。みんな暇なんですね。チャーリーのやつ大丈夫かな。大丈夫じゃないですか。ヘザー、お前ももういいぞ。何がでしょう。アルスはもう終わりだ。仕事が来ることもしばらくないだろう。全然内容に関係なくなっちゃうんですけど、こうツンなキャラが多いですよね。ツンでこう、そうですね、こうツンとデレのこう感じになる。ツンでデレがあれやけどね、デレは出ないんですか、ね、うん、でこうデレを想像させるような感じがすごいいいですよね。いつかこうちょっとあなたというか、どっかでこう番外編でヘザーとかのこうデレとかみたいな、デレのかな、デレむしろデレで欲しくない感じがする。そこまで来たらこのままで、すごいいいなってちょっと思いました。でも俺は泣きましたって言ってるしね、舞台ってね。そう、感動屋さんだと思いますよ、うん、ヘザーさんは。シャイなんだろうね。関心ね。舞台が本当に必要ないものだったらとっくの昔に消えてなくなっています。お、石も劇場。 あれどこからともなくこんな声が。どんな？え、下手くそだな。はい。高笑いがどこからか。高笑いがすいません。坂口。すいません、坂口、すいません。完全にすいません、今パスミスでした。渡辺殴りです。イエーイ。お待ちしておりました。いや今日はねフィナーレなので脚本の渡辺殴りさんとサウンドプロデューサーの前田大輔さんが、はい、来ていただいております。はい、えい、よかった。改めましてありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりに作品を聞いてどうですか。今のこれでこの数秒でさも聞いていたかのように。いや、オペレッタはね、私前半で何話したかもう覚えてないから、なんか同じ話題言っちゃいそう。だから某劇場で働いてた時にさ、やっぱすごい感動的なことがいっぱいあったわけですよ。でなんかそういうのをね、こうキャラクターとかにもちょっと反映させたりね。特にあの黒服の人たち、あのよくあの俳優と黒服ってあのプロデューサーとかね、黒服の人たちって言うけど、その人たちとかね、非常に参考にしましたね。坂口、今肩番入りました。そう、いつも僕殴られてます。坂口は坂口っていいの、認めちゃうの。もういいですよ。なんだか坂口って今から聞いた人わからないです。あだ名です。結城五郎元井坂口です。オペレッタはね、でも好きな女キャラが描き始めた時一人もいなかった、だからうわ今回ヒロインないけどこれ回るのかなと思う。全員好きじゃないところから始まったから、不思議な作品でしたね。それは、自分の中でこういう女性は嫌い、嫌だっていうことですか。いや、なんかあんまり私なんかね、そんなにって感じだった。あ、書いていてっていうこと。そう、だからあのなんかその知り合ったばかりの頃はそんな興味なかったみたいな感じ。あへで終わる頃はもう好きだったけど。うん、僕ちょっと聞きたいことあったんです。あのキャラをこう作る女の人を今作るときに、こう自分のこう実際にいる人を当てて書いてるのか、それともイメージで書いてるんですか。女性とか俳優をってこと。もうそうですし、その女性キャラクターとかをこうキャラクター描くときにどこを参考にしてるのかなと思って。
いや私はさこうそこに出てきた人をこう、うん、見て書いてるだけだから別に、ね、何か参考とかではないって感じですか、うん、なんか一部参考とかはあるあ例えばこういう服着てるだろうな、うん、あの女優さんみたいにやりたいとか、うんうんうんでもこの人にしようみたいなのは後付けではいっぱいあるね。スタートでそういうわけではないってことですね。あとは俳優さんのいろいろこうね、うん、なんか飲み会の隅っこのこう所作とかを見ながらさすごい細かいと思いますね隅っこの所作だから俳優さんが30人40人とかいると一人だと話せないじゃんだから全ての時間使って見ないともったいないから、うん、全てのタイミングで俳優さんを見てるかな、うん、なるほどもったいねえしないもったいねえしないってうるさいよ上田上田もう原型ないじゃないですか隠す気もないっていうね上田についてはね愛ですからねこれはねまあ いやそんな私のダラダラトークはいいですいやいやそれが聞きたいんですよそのためですから今日ここから妖怪ウォッチの話もいやいやねほらほらほら俺は今日も力使い果たしてる基本私たち疲れてるお疲れですねもう、基本ねずっと泣いてますオリバーがもう過呼吸にならなかったそう、ね、思いますよ、ね、いやなりかけたって本人は糸瀬ってねなんかその本当に泣くとか言って本当に泣かないとやらないからさなんか、まあね、この頃はそういうのが ねまだ荒削りっていうか、まあ、それでそなたではちょっとねでも今までのそのやり方やめなさいみたいなとこから入ったからうんそうでしたね役によって寄りますよね彼はものすごく、うん、あ今これだなっていう感じ、うんうん、役を演じるってその役の人生を生きるってことだ結構いいセリフじゃないですかあの彼は書かれた通りに読んでおりますもう役を通り越してのものあれじゃないですかそれと同じで愛が溢れておりますもうこのシーンとかすごい描きたかったよ、まあ、もう最終回は描きたかったシーンのオンパレードでもそうですね最終回がやっぱり一番やっていて、うん、そうですね、まあ、幸せだったけどドーンなとこでしたよねこれもういろんなこと起きてる中でこんなことやってますから ね世界は大荒れの中でこんな平和な感じでやってますからあの作品を殺さないでくれよ。ウェルさん。お前、舞台好きだろ。はい。お前は役者なんだろ。はい。じゃあこんなところにいるんじゃねえよ。さっさと劇場に行って、発声してストレッチして準備しろよ。はい。いつまで泣いてんだお前は。すいません。頑張れ。頑張れこの頑張れが好き、うん、この頑張れそれじゃあ質問ですどうして舞台に立つんですか頑張れって政治がね結構出てくるじゃないですかそうですね、うん、頑張ってとか頑張れとか頑張れってさ予告でね拾ってくれてましたもんねもういやもうそれがやりたかったから予告編作ってみたような舞台ですってでどうしたのかなんでそんなこと言っちゃいました今ちょっとドラえもんの真似してるもんいやなんかねもう一口が言えなくていろいろあっての舞台の思いがでもリリーちゃんの頑張って可愛いですよねあのシーンとかもうね描きたかった頑張れかねあの頃は意地だけで舞台に立ってた気がする俺にはそれしかないんだって思ってた断片的に出てくるセリフが全部ここで消えるってことだよね、うん、そうそうそう、なんていうのが一番しっくりくるのかそうだなうるさいよ上田何回言うんですかもうね10回目ぐらいですねもう目の敵ですよ完全に上田バカ久々にノエルっていうか上田くんだよね、うん、で
でもね、役者さんに当てて書いてますもんね、うん、俺は役のふにゃふにゃふにゃみたいな言っててバーカバーカって思ったけど、いや上田がなんか上田に役についていろいろ聞いたらさ、はい、俺はふにゃふにゃってなんかイライラすること言ってたからふーんって感じだった。え役があるからそう言ってたみたいな。いやなんかそのふにゃふにゃ部分は本人の名誉のためにしてました。ああ分かりました役者ってすごい大変だよね。大変ですよ。役者したら生きてるうちに何百人の役をやるんだよ。そうですよ。何百人の、ね、人生を生きるんだろうって。そうなんです。悩みがね、悩みも喜びも続くんでね。こういう状況でまた舞台をやることについて批判も出ていますが、どうして舞台に立つんですか？どうして舞台に立つのか。はい、皆さんの言葉を残しておきたくて。よくこんな怖いグラディスの前で後ろにこうナンシーに包丁突きつけられてるじゃないですか。そうなんですか。シチュエーションよく黙ってますね。あ、一緒にはいないんで聞いてこい。ナンシーと一緒にいて麻痺してるんじゃないですかね確かに。そう、ね、来たセトリック。去年の災害からもうすぐ1年ですけど、正直こんな状況で芝居をやろうなんて思ったって言えないじゃないですか。まあそうだね、忘れた頃にまた来るからね。あれは痛い。なんで殴ったんですか今。それあれですか。うん、あれは殴ることらしいです。忘れた頃に殴られるどういうことですか。それ私の生きる場所だからだと思ってたあの頃はね。でも考え方って変わるのね。不思議だわ。いやしかしこうくらいニュースが多い中でやっぱり嬉しいですね。でもまさかお二人が。それはね、みんな言うし僕たちもそう思うよな、クリスティン。無言ですか。いや、ね、この切り替えがね、ざわってしたなって思ってここの外れるところがね、このノイズの感じが。そうですね。大丈夫、あの子がきっと最高のマルグリットを演じてくれるから。なんていうか幸せそうですね。ええ、幸せよ。どうして舞台に立つのか。はい、好きだからっすね。いいバカです。愛すべきバカです。私はクリスティンさんが出られなくなった分、シングルキャストとして舞台に立つわけですけども、すべてがあるからです。すべて、私の大切なものすべて、すべて辿っていくと舞台につながっているんです。ソフィア、俺は？俺もつながってる？もちろん。やった！サンディもクリスティンさんもみんな、みんな、あ、みんなか。つながってるんですって。みんな、みんなつながってるんですって。生きているんだ、友達なんだ。つながるっていいですよね。ほら、オペレッターってね、なんかそういうのがさ、だからまあカルミアのってつないでいくみたいなのがテーマに、ね、もあるからさ、うんね、どうして舞台に立つことにしたんですか。俺はノエルさんみたいになりたくて。なんかオリバーのセリフ聞くとこれ伊藤生だよな。なんで改めて。いや最近のこのなんかソナタの制作が始まった時、1話のさ、そうそう、とこの曲の入り方とこのセリフの入り方が一緒なんだよ。うん、そう、オリバー主役じゃんって思ったもんな、最初聞いた時。そう、ここね、そう、これがやりたくて。何見てたんだ。稽古映像。お前の作品すごい連中が演じるだろう。そうだね、俳優さんってすごいんだね。舞台っていいよな。そうだね、俺も自分の作品早く出さなきゃな。頑張って。書き終わったら読んでくれよ。僕は厳しいよ。お手柔らかい。よし、
間もなく開演だ。もし途中で何かがあったら。やめないわよ。よろしく頼む。頑張って。はい。あんたたち完璧なんだから、絶対最高よ。ええ。私の音楽、皆様に託しますわ。オリバー。大丈夫か？オリバー。俺は、やります。よっしゃー。え、なんだ？なんだあいつら。こんな時に芝居だなんて不謹慎だと思わないのか。上演中止しろ。ママ怖いよ。大丈夫よリリー。あ、リリーちゃん。バカな大人だもんな。本当よ、ね、怖がらせちゃいけませんね。このお客さんのキレっぷりがね。そこまで切れるかって感じだけど。どうしたの？お腹空いてんの？ある意味ね。ある意味腹ペコですよね。速やかに上演を中止、観客の避難誘導。寝ぼけたこと言ってないで中止にしなさいよ。なんだよあいつ。アネット、やめなさい。君が言ってもしょうがない。でもこういうことになるのは予想はついておりましたけれど、実際になってみるとやはり悲しいですわね。興味ない人間から見たら、私たちなんて遊んでるように見えるもんね。遊んでなんて。私ちょっと外で暴れてまいりましょうか。それやめた方がよくない？なぜです？いやていうかあんたそれ近くあった。これわざとでしょ？これ演技でしょ？まずい。関わらないように。最悪。ずるいやつだ。セドリック、このタイミングで観客帰っちゃわないかしらね。どうしましょう。中止になんてしたくない。そんなことになったら、ここは私が。兄さん。あんた。私こう見えてハッタリは得意なんです。ハッタリ？ああ、まあほら作家ですから。あ、パパだ。皆さんお静かに。誰だお前は。私は本作品の作家、チャーリー・マコーリーです。あんたこんな時に演劇なんて不謹慎だと思わないの？本日は私どもプロダクションの公演にご来場いただき誠にありがとうございます。ご覧の通り一下劇場は閉鎖されておりますから、劇場を使うことはできません。このように環境の悪い中、それでも足を運んでくださった皆様は演劇を愛する方々なのだろうと思います。本当に本当にありがとうございます。ぐだぐだ言ってないで中止しろ。中止にはしません。パパ、リリー言っちゃダメ。でも黙って聞いてるの。1年前あの災害が起きました。いや今でも続いています。皆さん見上げてください、この空。最近青空を見たのはいつでしょう。薄暗く時には赤黒くも見える空。私は青い空が大好きです。次にあの青空を見ることができるのはいつになるでしょうか。あの日たくさんの命が失われ、このアルスストリートでも死者が出ました。たくさんの怪我人が出ました。あの日この劇場街から笑い声は消えました。人々は消えました。舞台を上演する意味について考えなかった舞台人はいないでしょう。皆さんの中にはそんなものは腹の足しにもならないのだからやめてしまえ、そう思う方もいるかもしれません。しかし私たちは上演します。なぜならば演劇に限らず作品は私たちにとっての青い空だからです。消えてしまった空を思い出すことはできます。人々の記憶、人々の思い、求めているもの、そういったものを形にすることができる、それが創作なんです。その中で魂を表現する、それが俳優たちです。私たちは引っ込め。なパパ。チャーリー、おい、大丈夫か。宅急便のデッキブラシのシーン。食べ物を粗末にするな。うん、これ仕上がってからそう聞こえたって。大丈夫か。そうそう。書いてる時じゃなくて。そうそう。お兄さん、あの野郎。
これ私も行きたかったんですけどね、まあ、妊婦だ残念です残念でした行けなくって。一番単価切れたのに出ちゃう。あれだな、卵ぶつけられるって本当にあるんだな。ドラマとかじゃよくあるけどちょっと感動的かも。なんで来たんだ。もう我慢できない。あのー、あダメダメダメ、俳優はダメ。なんでだよ。今すぐやめろ。天罰が下るわよ。そうよ。何を言っているのかちょっとよくわかんない。どうして天罰が下るんですか。私たちそんなに悪いことをしているんですか。上げた拳を下ろせない人間ってみっともないわよね。兄さん、くそ、どうしたらいい。パパ、頑張れ。遠いな。そう、これバックのね、リーリーのタイムがね、頑張れ、伸ばしてるの。ゆっくりにして、まあよく聞けばわかるけど、そこだけこう、時間軸が違う。これさ、思い知り、お前などホクホクのポテトサラダにしてやる。狙って書いてないんですよ。こうやって書いてて、チャーリーこれどうするんだろうって書いてたらこれ言い始めた。隣で笑いこえてた。すごいよね。だからあ、このセリフ出てきたんだ、すげえって。オリーブオイルもソルトアンペッパーも我々の味方だ。なに、貴様、いつの間に。マヨネーズ、これで終わりだ。最終奥義、フィッシャンチップス。バカな、自らの体を犠牲に。立ち位置も変えてない、うん、そうですね、あの右行ったり、これが正義だ。兄さん、ジャガイモどもめ、いいかよく聞け。俺はな、脚本家のチャーリー・マコーリーだ。よく覚えとけよ、世界で最高の作家だ。今からグーの根も出ないほどの素晴らしい舞台を上演する。最高のスタッフと最高のキャストで、見てびっくりの大傑作だ。お題は無料、そんなん普通はありえないぞ。ちゃんとその目に焼き付けとけよ。公演中止？誰がするか、そんなもん。文句があるなら見てから言え。つまんなかったら裸で逆立ちしてやるよ。いいか？上演する。俺たちはこの作品を上演する。この赤い空の下で俺たちの青い空を上演する。なぜなら俺たちは舞台人だからだ。わかったか？このジャガイモめ。あんた最高。めちゃくちゃ笑ってます。このジャガイモが妙に面白かったね。よし、やってやっから。見てろこの野郎。あの、ジャガイモって何のことですか？さあ、わかんない。私の出番がありませんでしたわね。残念。あんた超怖いわよ。兄さん、俺やっちまったか。いや、いいんじゃない。よし、さあ幕を上げるぞ。あいいお話でしたね。ドーンの中ですけどね。忘れがちですが、生きていれば。この人たちこの後どうなったんですか。14年には生存確認ができて、ええ、ジュビラントで、ね、そうですね、確かに。心の声が出ちゃった。大丈夫ですよ、心の声を語るコメンタリーですから。お疲れ番が、はい、です。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に
もう BGM 音楽編集本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。それしかもう言えませんもん。本当にねえ、1年前、そうですね、ちょうど収録自体が2013年の7、8ぐらいだったので、うん、一昨年か。そうですね、早いね。このセリフ懐かしいですね。オーディションでやりました。ああ、やりました。あ、そこやったの。僕やりました。僕はこれやればいました。え、何やったの、オーディションで。僕オーディションでやったのはレクイエムの誰だっけな、フランか。あ、そうそう、フランのその殺すところ、もう死んでくんないみたいな感じの下りのとこと、もう一つどれやりますって言われて、チャーリーのこれやった後に、面白くないこれってやつでいうところやりました。うん、最初の冒頭のとこですね、うん、のところやりました。どうだったの、どうだったの、どうだったの、それはこれ、うん、ボロのことはでもよく覚えてる。だから受かった人のことはよく覚えてる。すごいやって楽しかったですね、このセリフ、うん。生き生きとか面白いトレーニングパンツ履いてるなと思って。ドクロのマークじゃない。あーでもあれです、あれですよ、某もうこれ喋ってもらったくなります。某ふんぐろに大丈夫ですよ、誰かまとめてください。誰かまとめてください、はい、じゃあ、あ、okay、 はい、はい、というわけで、はいはい、今回も最終回ということだったんですけども、はい、そうですね、いよいよそうです ね、 ね、こんそなたへ、そなたが始まるわけですけども、いやそなたでちょっと、はい、僕も坂口も坂口が脱ぐのかどうか。ちゃんと名前言おう、ちゃんと名前言おう。ゆきごろのセリフがデビューですんでね、デビューしますんで、そこもちょっと聞いていただけたらと思います。ゆきごろ第5話から登場します、はい、します。お、まあちょっと1話あたりでもちょろっと出てるかもしれません。よく聞いていただければ、ね、出てるかもしれない、まあ、ゆうきごろは左側担当。そうですね、何の話ですか。あの音がよく左から聞こえてくる。そういうことですね。そういうことですね。ちょっと こういう意味かと思いました。違うよ、見えてないことって分かんない。見えてない。そうですね。それでは、はい。あ、これいいですか。いらない、まとめ方。すいません。雑。あ、これいっちゃう。待ってやろう。はい。全24回お付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、いよいよ、第三楽章、そなたが始まります。はい、1789年、時を戻しまして、国も変わりますし、シニスター国という、中世ヨーロッパ風なね、世界を舞台に、はい、どんな物語が繰り広げられるのか。キャッチコピーは、ゆうきくん。それは絶望と希望の物語というキャッチコピーからね、はい、どういう物語になっていくのか。じゃあ天津くん、軽くあらすじなど。何ですか。ふんわりでいいです。 俺言っちゃダメなんじゃないですか。ふんわりでいい、ふんわりは。まあ、まあ、一口に言うと、一口言えないけど、むしろ一口で言うのが難しすぎる感じはあるんですけど。そうね、そうだね、運命と戦う人たちの話。そうですね。あ、なるほど、うん、うまいですね。さすが、さすが。あ、絶賛勉強しとこう。絶賛編集中です。絶賛本当にはお願いいたします。まあ、であのやはりあのお客様のご意見ご感想など励みになりますので、何か感じたことがあったら、あの公式にチロッと送っていただけたりなどすると大変嬉しいので、はいはい、なので無料でやってる分、そういうのを栄養に頑張っておりますので、ぜひ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 聞いたよ一言ポロお願いいただけるだけで、ね、本当に嬉しいので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。ゴローがとか、そう、ゴローが僕がどうかどうなってるか、うん、ゴロー見つけたよ、ゴロー見つけたよ、ちゃんとこの声をよく覚えていただいて、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、はい、はい、それでは今回お送りいたしましたのは、ゆきごろうと天津勝也と目黒泉と前田大輔と渡辺殴りでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。さようなら。またまたくたくた最終回なのに。すいません。すいません。いいじゃないですか、ゆるいので。そうそう、こういうね、すごい。じゃあ生放送しよう。